こんにちは。クルーズ客船で働くエリです。ハロー。今日は前回のビデオに引き続き、私が働いた2社目の会社、カーニバルクルーズ会社のフロントデスクでのお仕事を簡単にご説明していきたいと思います。フロントデスクのことをカーニバルではゲストサービスと呼んでいました。まあ、フロントデスクとかレセプションとかいろんなクルーズラインとかホテルで言い方違いますけど、まあ、基本的には一緒ですね。ホテルのフロントデスクをイメージしていただければ大丈夫だと思います。業務内容をご説明する前に、クルーズ会社のフロントデスクで働きたい人のために必要なスキルを3つ先にお伝えしたいと思います。ビジネスレベルの英語力、コミュニケーション力、キャッシャー業務ですね。まず一つ目のビジネスレベルの英語力です。前回のビデオでは私がエンターテインメントで働いていた時のお仕事をご説明しましたが、その時は日常会話で十分でした。ただフロントデスクというとそうはいきません。日々フロントデスクでは細かいお客様の要望やクレームの対処などをしなければいけません。なのでビジネスレベルの英語は必須となります。2つ目、コミュニケーション力です。これをサービス業に従事する人は皆さん大切かなと思うんですけれども、もちろんゲストと話す時もコミュニケーション力あった方がいいですけれども、特に大切なのは他の部署との連携プレーです。フロントデスクは何か問題があればハウスキーピングに連絡したり、テクニカルチームに連絡したり、たまにはブリッジに連絡することもあります。そういう時にコミュニケーション力があると一つの問題に対する解決時間も圧倒的に早くなります。なのでコミュニケーション力は大切です。3つ目、キャッシャー業務の経験があるかないかです。これはないからといって不採用になるわけではありませんが、この経験があるに越したことはありません。まずこのフロントデスクではサイドデューティーといってフロントに立つ以外の仕事も多くあります。それをまず全て覚えなければならないのがかなり大変ですね。でそれにさらにキャッシャー業務が入ってくるわけです。なので現金には強い方がいいです。ちなみにどのクルーズ会社でも各自5000ドル以上、まあ、50万から100万ぐらいの金額をチーフアカウンタントから各自もらえます。その金額は自分でいつも管理しなければなりません。例えば何かミスがあった場合は自腹でマイナス分を支払わなければいけません。プラスになったからといって自分でもらうわけにもいきません。各シフトの後には現金を数え、ミスがないかを確認し、1日の終わりにはリポートも提出します。ちなみに私は200ドル損失を出したことがあります。まあ、この3つが最低限必要かなと思うんですけれども、まあ、コミュニケーション力はね、時間とともに培っていくものかと思うんですが、ビジネス力の英会話、これはまあ場合によっては日常英会話ができるだけでも採用される場合もありますが、後で苦労しますのでできるだけ勉強しておきましょう。キャッシャー業務も今からアルバイトとかして現金を取り扱う業務をしておけばフロントデスクで働きやすくなる要素の一つだと思うので、そういうのもやってみてください。では早速業務内容について説明していきますが、すごく多いので全てご説明することはできないので、いくつか抜粋してお話ししていこうと思います。まず通常業務としてフロントデスクデューティーというのがあります。フロントデスクに普通に立ってお客さんの質問に答えたりとか、あとはクレーム対応なども入ってきます。それ以外にサイドデューティーというのがあります。そのフロントデスク以外である仕事ですね。これが数がすごく多くて覚えるのも大変です。でフロントデスクでだいたい多分8時間ぐらい立って仕事したと思うんですけれども、それにプラスしてサイドデューティーがあるので勤務時間は必然的になかなか長くなります。サイドデューティーの1つ目、ロストアンドファウンドですね。これは忘れ物ということです。船の忘れ物は全てフロントデスクにて預かります。クルーズが全て終わった後、お客さんが全員下船した後はそれをログにしなければいけません。ハウスキーピングから各お部屋で忘れたものもフロントデスクに集まって、それを全てリポートにするのが一つのサイドデューティーです。でさすがに公共のエリアで靴下1個見つかりましたとか、でそういうものまでは一つ一つ全部やったりしないんですけれども、カメラとかスマホとかそういう高級なものは全てログにしてオフィスに報告します。皆さん、スタッフ盗んじゃったりしないのとか思いませんか？それはもうほぼ 99% ないと思っていいと思います。これ見つかったらクビになります。クルーズ客船で働くほとんどの人は、例えばインドネシアとかフィリピンとか、船で働くと自国で働く3倍ぐらいの給料がもらえます。なのでこういうところでクビになるよりも働いてた方が今後の将来につながっていくので、盗むことはないと。なのでクルーズ客船でお客様のものがスタッフによって盗まれるっていうことはかなり少ないと思います。2つ目、
ロストラゲッジです。これはロスアンドファウンド以上にやりたくないサイドデューティーの一つですね。何かというと、航空会社によって荷物をなくされた場合です。クルーズ客船いろんなとこから出航しますが、大抵のお客様は飛行機に乗ってその目的地まで行きます。で、到着した時に自分の荷物が例えばロサンゼルスだったのでなぜかニューヨークにあるとか、そういうことが起こりうるんですね。その場合にロストラゲッジというサイドデューティーがあります。航空会社にひたすら電話をして、今荷物がどこにあるのか、で、私たちは今クルーズ客船で働いている、これからの航路をご説明して、その荷物はどこで受け取れるかっていうことをやっていくわけです。これね、荷物なくしたことある人はわかると思うんですけれども、めちゃめちゃ時間かかるんですね。自分がアサインされた時にですね、ロストラゲッジがなかったらラッキーですよ。そのクルーズはサイドデューティーなしっていうことになるんですけれども、それがね、2つ3つ4つ、1つでもあるとかなりエクストラワークになります。これフロントデスクのデスクで働いている時にできる業務じゃないので、フロントデスクの業務以外の時間でやらなければなりません。で、3つ目、パーティーの招待状ですね。パーティーの招待状というかレター系、お手紙系は全てなんですが、例えばパーティーの招待状の話だと、2回目以降のクルーズをするお客様限定でパーティーをします。一つのラウンジを貸し切ってキャプテンがお話をしたりとか、無料のカクテルとか、あとフィンガーフードとかを出すっていうことなんですけれども、それをすべてどのお客さんが2回目以降かっていうのをリポートを出して、プリンターにプリントをお願いして、でそれをハウスキーピングに持ってってデリバリーしてもらうっていう仕事があります。他のレター系もいろいろあるんですけれども、これをちょっと例に出してみました。カーニバルクルーズではナイトシフトというのもありました。ナイトシフトなので夜勤ですね。だいたい12時から朝の7時か8時だったと思います。これは2週間おきに回ってきます。基本的にアカウント関係ですね。チームが出したキャッシャーのレポート、その日のお金の動きですね、そういうのをすべてまとめて金額が合ってるかどうか、もしも合ってなかったら何が違うのかって、結構時間かかる、間違ってる人がいると結構時間がかかるんですけれども、そういうキャッシャー業務のまとめをしたりします。で、あとは24時間緊急事態が起きた時に電話が出れるようにっていうことも含めて、この業務は結構重要になってきます。でも慣れると結構ね、3時とか4時に早めに終わるので、そういう時はリラックスして映画を見たりする日もありました。ただこれは結構少なくてですね、カーニバルクルーズは、夜はパーティーって、結構ね、クラブとかで楽しんでるんですね。で、そうすると絶対に泥酔したお客様が、あーカードなくしちゃったんだけどって言って、結構の高確率でフロントデスクに行きます。で、フロントデスクにいつも立ってるわけじゃなくて、デスクの上にベルを置いてティーンって鳴ったらちょっと裏から出てくるっていう形なので、これが多いクルーズは結構疲れますね。これパッて今4つぐらいしか出してないんですけれども、本当はこんなにたくさんあります。この細かいの全部サイドデューティーですね。でもこれ説明すると私の動画多分1時間超えちゃうので、こういうことはしないです。簡単にこれぐらいですね。あとカーニバルのシステムで結構大変だったのが、アイケアというシステムがあります。アイケア、私はあなたを気遣いますとか、そういう意味ですね。で、これ何かっていうとシステムの名前なんですけれども、クレームに関してのログです。クレームが来ますよね。例えばトイレが流れないとか、これ船ではすごいよくあるんですね。で、これが1回だけだったらいいんですけれども、時にその部屋のトイレがちょっと問題が起きている場合とかは2回3回ってある場合があります。で、その時にやっぱり役に立つのがログで、それが2回3回になった時に後で見返して、あ、この人2日前にも来て同じこと言ってるねとか、そういう風になっていくんですが、もうIKEAはみんな嫌いでしたね。まず第一にクレームが来た時に開くんで、まずハッピーじゃないですよね、気持ちが。で、第二にシステムが使いにくい。友達はI don't care って呼んでました。サイドデューティーとは言わないんですが、あとはツアーの販売もフロントデスクでしてました。で、ツアーデスクっていうのはもちろんあるんですけれども、ツアーデスクは24時間営業してるわけじゃなくて、結構時間が限られてるんですね。で、1日に例えば5時間ぐらいしかデスクが空いてないっていうのは結構多いので、お客さんが予約したい時に予約できなかったりするのを防ぐためにフロントデスクでもできてました。本当はツアーデスクがやんなきゃいけないところをフロントデスクが手伝うっていうことで、その見返りじゃないんですけれども、ツアーに無料で参加できました。まずカーニバルクルーズ会社に採用されると学校みたいなところに行きます。学校というか、
仕事を学ぶところなんですが、私が働いた時はカーニバルファンタジーという結構古くて小さい船がその場所になってました。でもちろん普通にお客さんのいる普通のクルーズです。まあ、そこに私の時は何人ぐらいかな、十何人でしたね。まあ、同期って呼ぶんでしょうか、まあ、みんなで行って、でそこで学ぶんですが、基本的には4週間のプログラムでした。で2週間座学で、残りの2週間はフロントデスクに実際立ってみて働くっていう感じですね。ただ人が足りなくなると、これが2週間のプログラムになったり3週間のプログラムになったりするそうです。まあ、今思えばこの時が一番楽しかったまでは言わないですけれども、カーニバルで働いてる中ですごく楽しかったですね。まず同期っていうことで、みんな助け合って学び合うというか、久しぶりの学校みたいな感じでしたね。クルーズ自体が初めてっていう人が多いので、まずその人に対して、クルーズ会社っていうのはこういう感じなんだよって、クルーの生活っていうのはこういうのですっていうのを、まず一から仕事以外のことも教えてくれますし、仕事も座学で教えてくれるし、あとは、まあ、これをどのクルーズ会社でもやるんですけれども、例えばこれだったらクラウドマネジメントとか、こういうレクチャー、まあ、講義というかレクチャーを受けます。でこれがサーティフィケートって言って、その証明書みたいな感じですね。でここで4週間働いた後なんですが、ちゃんと卒業式みたいなものがあります。でみんなでちょっとご飯に食べにも行けるし、結構楽しかったです。で、私が働いてた頃はまだフロントデスクのユニフォームが白いユニフォームだったんですね。で、肩についてるのが、まあ、ストライプって言って、そのストライプの数で偉さが分かります。その階級がですね、カーニバルはワンストライプって言って一本線がもらえるんですね。というわけでオフィサー扱いになります。お客さんのエリアに行けるところが増えたりとか、あとはレストランとかを利用できたりします。なので優遇されたクルーズ生活を送ることができます。カーニバルクルーズ会社は初めて働くクルーズ会社にはいいと思います。まあ、こういうふうに教育プログラムも用意してくれてるので、まずクルーズ客船が初めてな人にとっては安心だと思います。大変なこともたくさんありますけど、やっぱり大変なことを先に経験しておくのってすごい大事だなと思います。で私も今ね、ラグジュアリー客船で働いてますが、カーニバル客船で働いてたからこそ今そこで働けてるっていうのがあるので、確実にクルーズ客船のクルーとしての醍醐味っていうのも存分に楽しめます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。チャオー。